タイムだよー。うえはははうえはははは。ネムネムクッキー。突然ですが、京一郎さん、はい、料理をしてもらいたいと思います。何の料理ですか？こちら、じゃん。お、剥げてる。カラスミでございます。後ろの値段見てみてください。4500円ぐらいですね。これを、この高級珍味、きょうちゃんまず知ってますか？知らねえ。どんな料理に使われるか。でも卵巣って書いてあるよ。これを使った料理をきょうちゃんに作ってもらおうと思いまして。え、でも卵巣ってことはパスタでいいんじゃない？まあまあ、そこはきょうちゃんの想像にお任せいたします。それではきょうちゃん何もミリシラクッキングスタート。チャリちゃんはちなみにカラスミは調理したことあるの？私はないですね。でも調理方法は知ってる。特殊調味料なの、こいつ。珍味かなって思う。お、ひずみちゃん、こいつ見たら一発。ああ、じゃあ。見たら危ない、この説明書。危ない、メニュー載ってた。食べられないんだけど、これ、レイカ。硬すぎ。そうなんです、硬いんです。チンしていいんじゃない？チンするの？うん。カラスミを解凍しないと。解凍、なるほどね。もうくせえ。なんかうんこみたいな匂いするよ。くせえ。じゃあちょっと解凍する。うん。え、もうもういいと思う。人生で初めてカラスミを。何の味もせん。ペースト状だ。これ皮あるな。皮ありますね。皮をペリペリと剥いておりますね。食べれる皮なのかな、これ。どんな感じになるか分かんないんで。お、そのまま、うん、全部、うん、一本丸ごとバチッとバチコリかます。ちょっとだけ水欲しいな。ちょっとだけ水欲しい、うん、ちょっとだけ水欲しい。入れちゃう。なんで水を入れたんでしょうかね。お、カラスミを水でちょっとふやかしてるんですかね。ほぐれてます。あ、ちょっといい香りが。磯のね。それ砂糖ですね。お砂糖、醤油ある？砂糖少々。醤油あります、この下。あとみりんありますか？みりんあります。お、砂糖、醤油、みりんください。砂糖、醤油、みりん。あ、カラスミを炒めていく。よし、終わり。パスタは？いや、ご飯に盛り付けようと思って。これ多分卵みたいだからご飯の方が美味しそうだな。ご飯の方が美味しそう。うん、パスタじゃない。なんか卵ボロボロみたいな感じだったから。なるほど。そう、だから今、じゃあご飯私に。あ、うるさい。あ、そう、ちょっとでいい。ちょっとでどのぐらい？このちょっとのご飯でいいですか？はいはい、あ、置いてください。すいませんね。じゃあ、はい、だいぶパスタから。完成ですね。いや、でもこうなっちゃう。まあ、きょうちゃんは分からないからね。なるほど。なんでアピールしてんの？なんでこのセクシーアピール。カラスミと俺、破壊的に美味しそうじゃないものが出来上がりましたけど。ちょ、見せてください。で、俺の中ではなんかもっとこうなんかクリーム状になるのかなって思ったの。あー、なるほど。水入れたら、だからクリーム状になったら、だからなんかパスタみたいな感じにしようと思ってたんだけど、一向にクリーム状にならないで、しかも固まってて水蒸発しちゃったから。で、なんか色がだんだんなんかタバコっぽくなってきて、あ、うまそうと思ったから、うんうん、パスタから米に変えました。カラスミ丼。はい、じゃあそれでは実食食べてみてください。どうぞ。やだやだやだ。まずチャレチャレ食べてほしくて。俺はチャレちゃんのために作ったから。いつもありがとう。いや、やっぱりきょうちゃんも。いつもありがとう。いや、あんして。いただきます。どうですか、味付けの方は。うん、お、おいしい。きょうちゃん食べてみて。ちょっと食べてみて。顔が地獄みたいな顔してたけど今。うんうん、こんな焼きたらこ食べてるみたい。意外とね、いけますよこれ。きょうちゃん焼きたらこだと思ってみて。焼きたらこね。うん、いただきます。
焼きたらこですね。焼きたらこだよね、うん、でも砂糖とねお醤油がね意外といいんじゃないかなって思う。正解出しちまった、うん、正解は何なの。正解ちょっと持ってきますね。パスタがね正解だったの。やっぱほら、いやでもねバラバラになんなかったの。このねバラバラにするのはね、あの削るの、あの大根おろしとかで削るやつあるでしょ、あれでね削ってね入れるので、そのまま食べる場合はその薄く切って火に炙るの。そのまま食べてもいいし。じゃあ正解だったん、きょうちゃんこれ。割と正解なのかな。でも初めて見たよきょうちゃんカラスミ炒める人。結果カラスミを何も知らないおデブにカラスミ料理を作らせてみたら砂糖醤油で味付けして丼にするでした。大体合うんよ米には何でも。でも美味しくない？ちゃんと美味しい。ちゃんと美味しかったでしょ。うん、どうですか人生初のカラスミ食べてみて。いやこれは隅に置けないそんな調味料ですね。ありがとうございました。なんか言ってもらっていいかな。たらことどっち美味しい。たらこまあ俺に調理できないものなんかないんで、まあどしどし俺の知らないもん何でも待ってますんで、こっちのお便りまで、あとここまで送っていただければ。どこだろうな、怖いな。こういう感じで。どこだろうな。こっからここまで、この辺からこの辺まで送っていただければ。なるほど。って思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。なな。日本三大珍味なのでボラの卵巣の塩干し。ボラの卵巣の塩干し菌って。